シガユ也ヤは、プロ BMX ライダー、プロ BMX パフォーマー、大阪府美能市出身、美能市特命大使、BMX 大使 BMX との出会いは12歳。15歳から本格的に、BMX、フラットランドに取り組み、競技者としては、日本の様々な大会で、通算10回以上の優勝経験を誇る。BMX のパフォーマーを始めたのは17歳の時。 当時 BMX のストリートパフォーマーはおらず、BMX ストリートパフォーマーとして活動を開始。当初業界ではパイオニアと言われ注目を浴びた。BMX パフォーマーとして活動をスタートしてから2年目の時に若干19歳で大土芸ワールドカップイン静岡2017ン部門に合格、出演を果たす。プロバスケットボール。 B リーグでのハーフタイムショーや、吉本新喜劇などの様々な舞台や、幕張メッセで行われた、ミクシー社、ズ・フログ・パークなど、大観衆の前でも BMX パフォーマンス披露した、実績を持つ。国内だけではなく、韓国最大級の国際フェスティバル、アンサン・ストリート・アーツ・フェスティバルからも公式に、招聘され、パフォーマンスを行うなーほどの実力の持ち主。 2019年には、サウジアラビアの建国記念日に、中東有数の世界都市ジェッタにて開催された、エ b ベックス社、スターアイランドサウジアラビアナショナルデイエディションに出演し、サウジアラビアの王族の方々や30万人の国民が見守る中、BMX パフォーマンスを披露した。ありがとうございます。